もうやめて、早く行きたいんだけど。はい、皆さんどうもこんにちは。アシアです。そして今日はポーランドから参加してくれましたダリアさん。こんにちは、ダリアです。みんなお久しぶりですかね、ダリアさん。覚えて確かに、まいすつか？だったっけな。7 月とか。ああ、じゃあもう半年前、それ以上。そう。ダリアはその時なんか、日本もうすぐ出ないといけないみたいな感じで、なんか日本に住みたいけど、なんか決まってなかったからね、ポーランドに帰っちゃったね。そうそうそう、帰ったの8月末で、そう、今もずっとポーランドいるよ。最近はどうですか？ 元気にしてますか？最近元気だよ。そう、なんか最近は元気、なぜならもう大丈夫だから、だいたいそのこれからのこと決まったから、全然そう、帰った時よりは、だいぶ元気になった。そう、帰った時はちょっとね、いろいろまだまだ、その芦屋言った通り決まってなくてみたいな感じで、そうずっとなんか、悩みながら時間過ごしてたんだけど、そう最近はその日本行けるのが決まったから、行けることが決まったから、それでだいぶ安心だね。内定が決まって。私もそれは嬉しい。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当に嬉しい。もう楽しみすぎる、しかも。今の予定だと、3月の、いつだろう、まあ、ちょっとまだ分かんないけど、3月中には日本行3きたい月。な。いいね。もうすぐ。そう考えたらもうすぐだね。そうだよ、マジで楽しみ。で楽も、ビしザ、いいな。ビザのやつってさ、い。問題なのは、なんかその申請出してから1ヶ月から3ヶ月の間って言ってるからさ、いい場合だとあと1週間ぐらいかな、1週間以内来るはずなんだけど、もし3ヶ月に伸びちゃったらもう3月になるけど、どうしようと思って。いやそう、まあそこまでないんじゃない？そこまでは。いやー、だといいけど、もう分かんない。いろんな、なんかその街によって変わるらしいから、なんか東京だったらもっと時間かかるって言ってたから、うわーと思って、そう、東京で出してたからね、どうかな。いやー、でもいろいろ準備とかもあるから、マジで楽しみ。まあ就職、普通に会社員になるんだけど、日本で。まあでもそれ以外にも、なんかいっぱいやってみたいなって感じだよね。で、いつか日本でなんか起業とかもできたら面白そうだなと思い始めて。そう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 。すごい、すごい。わ かんないけど、そう、でもなんかその私が就職する会社もベンチャー企業だから、もうほんとちっちゃい会社で15人ぐらいしかいない感じ、会社で、だから結構その、なんだろう、仕事のペースが早くて、その人がこれだけやるじゃなくて、みんなでこうなんか変わったりするから、そう、それもなんかそういう環境も面白いかなと思って。私もそれで食べる気が、結構出るから、その後会社の回し方とかも多分それで習うから、そう、楽しみ。なんかベンチャーで働いてるっていう友達多いかも。本当、東京多いよね、なんか最多い近か特に。も。ね。ね、ポーランド全然いないんだよね、私友達、なんかポーランドのベンチャー企業とか、なんかビジネス、自分でビジネス作る、なんか挑戦するっていうのはあんまりないなーって。で、それもなんでだろうと思って、多分日本で結構会社作るの簡単なのかなって聞いた。最近ベンチャーっていうこと自体が多いっていう会社自体が増えた。そうだよね、そうだよね。みんなその大企業嫌いなんじゃない？なんか多労働時間。わ分。かんない。でもポーランドはすごい、なんか自分で会社作るのはすごい税金めちゃくちゃ高いらしいから、私わかんないけど、あんまり。お高いみたいで、そう。でも日本はまあなんか全然マシみたい。そうだから、やるんだったら日本でやってみようかなと思って、なんか楽しそうだし。すごい。会社作るんだ、ダリアも。わかんない。まあもしかしたら。なんか、日本に1年留学して、その後、なんか、ポーランドに戻って、その8月戻って、それはどうだったとかある？その半年あ、ぐ帰っらいて。ポーランド過ごして、そうそう、なんか逆カルチャーショック的な、何か気がついたこととか。いやー、そうだね。まあ最初は、
もう、うわー、もう日本のご飯食べたいとかめっちゃあったんだけど。そう、それもあって、あと日本人の友達にも早く会いたいなって思って、まあ、実際会いに行ったけど、なんか一人の、その一緒に寮、東京で寮を住んでた友達が今イタリアに留学してるんだけど、ああ。それも会いに行って、もうでも帰ってから1ヶ月です、もうすぐ、ね。イタリア。まあでも近いよね、ヨーロッパは。近い近い、マジで近い。飛行機で1時間ちょっとみたいな感じ。会いに行って。そう、でもやっぱみんな、そう、なんか会いたいなって感じ、気持ちだったよね、最初は。でも、なんだろう、まあなんか私も日本さ、6回目だったから、まあもう結構、まあ初めてじゃなかったから、そんななんか久しぶりに帰るとか。逆に、ちょっとなんか数ヶ月経って、なんかポーランドっていい国だなって思い始めた。ね、自分の母国のいいところもなんか気づいてきた。そう、もちろん日本にすごく戻りたいし、今戻れるようにすごくずっとこう頑張ってたんだけど、なんかやっぱ定期的にその家族と会えるのすごい大事だなと思ったし、そう、日本に過ごしたから、なんかポーランドの何かを改めてびっくりするってことはない。でも寒いのはびっくりしたよ、寒すぎるよポーランドは。え、もう本当にもう寒すぎる。え、この今どん間、ぐらい？今はマシになった。今は多分マイナス3とか、全然マシマシ。でも、もうこの間もうマイナス17度ぐらいまでいったよ。寒いね。しかもそんな毎年こんな寒くなるってわけじゃないけど、なんか今年特別に寒かったみたいで。さあ、寒さ忘れるよね。私も多分もう日本ずっと住んでるから、ロシア戻ったら絶対もうありえないぐらい寒いって思うでしょ。そうだよね。え、アジアの出身のところってどんな？マイナス19度。え、今？そう、今。やめっちば、ゃ日寒いよね。本。やだ、寒い。ポーランドに戻って今半年ぐらいだよね、ちょうど。例えば、なんか、一番食べたい日本のものなんかある？もう全部食べたい。なんだろう。でも、ポーランドじゃ食べれないの。なんか、ポーランドで食べれるのは、まあ、ラーメン。そう、ラーメンはポーランドで食べれるんだけど、そう、この間食べたんだけど、なんか、結構いい感じのお店しかもできた、最近、クラク。ラーメンは食べれるんだけど、やっぱなんかお好み焼き系とかは食べれないから、お好み焼き食べたいな。お好み焼き。あとはやっぱ生魚、お寿司、で、こっちで、私、まだ帰ってから一回も食べてないけど、なんかこっちで、お店のお寿司あんま食べようと思って。そう、あんまりね、美味しくないと思う。なんか美味しいけど、なんだろう、全然違う。なんか例えばチーズとか入れるんだよね、あれに。そう、なんかそのクリームチーズとかマヨネーズとかめっちゃかけるみたいな 感じの寿司だから、そう、ちゃんとした寿司も食べたいな。あとはなんだろう、天ぷらとかも食べたいな、早く。ない天ぷらの。も。いやー、見たことない。ないない。自分で作るのはできるかもしれないけど、わかんない。私、そんななんか油系のやつ、あんま作ったことないから、ちょっと怖い。難しいよね、天ぷらは。ね、そう。多分失敗するから、ちょっと日本まで我慢するわ。やめいたいやな。ー、やっぱでも、なんか思ったけど、多分一番美味しいのは、私、その1年の中で結構日本でいろんなこう、すごいなんかクリエイティブな方に会ったんだけど、アシアもそうなんだけど、そういう動画とか頑張ってたり、そのモデルやりながらも、なんかそのやっぱカメラマンさんとか他のモデルさんとかもすごくなんかアイディアにあふれる人が多かったから、それがすごい刺激的で、今はね全然周りにいないんだよね、そういう人。やっぱみんなその友達が普通にその大企業に就職して働いてますみたいな感じで、あんまりこうみんなでこう考えてなんか企画しようみたいなは全然ないから、そう、それがすごく恋しいな、早くそういうなんか環境に戻って、私もその時多分もっともっと頑張れると思うから、そうだからやっぱそういう人、そう、日本で会ったいろんな面白い人にはまたすぐ会いたいなって思ってる。今日、ちょうど今日、なんか自分のその、私も YouTube、もうなんか1年ぐらい経ったかな、やってるの。で、なんかその、
半年前とかの動画、今日たまたま自分の動画ね、自分の動画こうもう一回見てみて、こんな私日本語喋れたんだと思って、今多分全然違う、マジで。なんかそんなすぐには出てこないかも。もうなんかちょっとずつこう、やっぱこう常に毎日喋らないとさ、ちょっとずつ壁ができるから、いや本当にそれ言語怖いよね。もう喋らなくなるともう忘れちゃうから、やっぱこうそれがすごいね、大事、やっぱ使わないとね。そう、だから早く日本行ってたくさん練習したいです。いや、でもさ、今、日本語をちょっと忘れたって言って、私はちょっと一度、ちょっと待って、今何語で喋ってた？今日本語だったでしょ？みたいな。どういうこまあ、と？全部忘れたわけじゃないけど、でもそう、なんか、いや、でも本当、そういうなんかちっちゃいのはあると思う。なのか、食べたいものだとか、さっき天ぷらって言ったけど、何かやりたいこととかありますか？いや、もういっぱいいっぱいあるよ。なんか行きたい場所がいっぱいある。まず。なんか例で、えば、その最初に、来て、すぐ一番に、例えばどこ行っああ、東京で？それはどこだろう？でも居酒屋とか行きたいかも。居酒屋？なんか居酒屋行ったらさ、まあ、レストラン行ってもさ、まあ、ご飯がメインじゃん。でも居酒屋行ったらもう雰囲気とかも含めて全部体験だから、そう、居酒屋がいいかも。まあ一回荷物、じゃあ居酒屋行ってこようかな。面白い。私思ったのは、例えばなんか浅草とか、なんかわかんない、神社とか渋谷とかっていう居酒屋以外だね。その場所で。でも確か去年は初めてそう着いた日に一番最初に行ったのはあれだね、渋谷のあれスクランブルのとああ。ころ、そこ行ったけど、今回はちょっと居酒屋にしようかな。 まあコンビニは絶対行くでしょう、やっぱりコンビニ行って、多いお茶でも飲んで。 それは本当に大きい。それね、ポーランドないから、なんかお茶冷たいの売ってても、なんか砂糖とか入れてるから甘いんだよね。あんま美味しくない。茶。そう、緑茶でも、なんかそういう、もうソーダみたいな感じで売ってるから。そっそう。か。これすごい。まあ、早く飲み無たい。糖のはないんだ。なんかたまにしかない。でも、あったらすごい高い。1本が300円とか。ネスなんティか、みたいなやつ。そういうのばっか。だからそれを早く飲みたいし、そうコンビニ行っておやお茶飲んで、いやー、もうやめて、早く行きたいんだけど。やめてって こんなこと言われたら早く行きたいんだけど、そう、まずはでも、そう、家探さないと、まず。 だから家探して、そう、あとフライトも取って、いやー、やることいっぱいだ。でもそう、行きたい場所は、その東京以外、多分その着いてすぐじゃないけど、いっぱいなんか行ってみたい場所があって、まだ行ってないところ、例えば、新潟とか行ってみたい。まあ、この間のあれですごい、多分今は大変だと思うけど、地震でね。まあやっぱすごい行ってみたいし、もう、あとちょっと遠いんだけど、淡路島とか行ってみたい。行ってみたいね。私もめっ行ったちゃこと行きあたい。る？そう、そう、な私い。も。早く行きたい。めっちゃ近くに住んでたのに、私、兵庫県ちょっと住んでて、行ってね、なかった。近いと行かないね、逆に。そう。日本行く時期は、ちょうど桜の時期だから、それも本当に楽しみ。だから、それのなんか、ちゃんと、なんか、綺麗な場所行けたらいいなと思って、週末にでも。去年は、ちょうどその時、お母さんが日本に来てくれたから、お母さんと来てたんだけど、そう、でもその時はなんか、どこだっけな、伊豆半島と、まあ、東京と京都ぐらいしか行けてないから、そう、またなんか意外なところとかも、桜が綺麗なところ行ってみたいなと思う。でもさ、そう考えたら、桜もあと2ヶ月後ぐらいって考えそうたら、じだよ。ゃあ気をつけて、ぜひビザ無事出るように。また日あ本りに来がてとう。ください。私も待ってます。あと、早く降りるといいな。頑張って待ちます。何もできないけど。皆さんぜひダリアのチャンネルも。
見てください。お願いします。お花のダリアってチャンネルです。お花のダリアとお花の足や。そうそう、今日は花声なので。そうだね。花声ってそういうこと、あれ風邪。そうそうそう、なるほど、花声。そっちの花かーい。じゃあありがとうございます。